なんかあのネオンネオルこの次に次の曲でネオンネオルはメイドインチャイナとしていただきますか。曲名ができちゃったね。東中野の夜ネオンネオル夜の東中野ネオンライトってクラフトバー雨の西麻布だとねなんか曲名になるけどなんか東中野の曲名はなんかなかなかいいかもしれないローカルなんかなんかこうネオンだこれあのあれさあのなんかこういう楽器はあのアフリカの方が来てあの有名なあのタクラーバロビさんっていう方がすごい名手なんですがそういう人もあのそうですねどこだっけあそこのなんとかスクエアでやったんですけど終わった後ですね自分キースクエアで違うんです、持ってきた楽器をねあの売るっていうですねやっぱりすごいなやっぱりね、あとそれ買ったんですか。それ買わないんですけどあと僕買ったのは渋谷のあのなんだっけ公園通り上がっていく坂ありますねあそこのとこでねあの売ってる人がいたんですよ。で次の日行ったらまた売ってたんで、で交渉して、この楽器じゃないですけど普通のバラフォンのちょっと大きなやつで買わせていただいて、あのいい楽器なんで、ね、教室のところなかったんですけどまた機会あればと思います。バラフォンはこうちょっとメロディーとかのパターンこっちは伴奏楽器だと思います。それでは
ましたね。すごくなりましたね。何がついてるの？あ、全部氷炭。これはね、氷炭ですね。そうですね。そうです。ですね。で、元はなんかこう蜘蛛の巣が張ってあってビーンとか言ってたっていう話なんですけど、もうないですね。もううちに来てからこれも10年以上経ちます。15年ぐらいです。かなりずれちゃいましたけど、これ紐をそろそろ変えなきゃいけないんですけどね、なかなかどうなんでしょう、ね、正直言うとね、これ目黒 の, あのこの楽器はね、目黒のカルチャーセンターを教えに行ったんですよ、ボイストレーニングとかで、ボスペンとかね。でそこの4階とか3階、その下にですね、クローズするあの有名な、何でしたっけな、チャイハネみたいなあの民族物の楽器屋さんがありますよね。いろんな洋服とか売ってる。でそこを表に飾ってあって、で、まあ、半額ぐらいになったんです。半額でも結構いい値段なんですけど、で、まあ、内緒ですけど奥さんには内緒ですけどね。で、そう、内緒5000円とかね、言っときたいですよね。まあそれでこう買ってきたんですね。輸送料だけでもね、大変ですよね。と思います。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にアートアンサンブルだなっていう感じです。でマクさんとの出会いはですね、本当に展覧会なんですよ。でこういう展覧会やって、ギャラリーですね。ギャラリーで、中野ゼロっていうところのホールの地下に展覧会場。これちょっとまあその次の去年やった時なんですが、また来年もやりたい。今年できなかったんでやりたいなと思ってるんですが、でマクさん来てくれて、ね、おじさん何もしないね。音楽な、中野ゼロアウトというギャラリーでの例の出会いなんです。そうですね、展覧会出会い系。そうですね。ここにいてもなんか女性が間にいるといいですよね。でその時出会った人が今日来るんです、もう一人、男性が、ね、ウガジンもね、そうですね。その時出会ったんですか。そうですね、うん、あとそうなんだよ、松尾元明さん。あ、ええ、松尾元明さんっていうのは有名なギターですよね、うん、渡辺貞夫さんのところにいた正幸さんの弟さん、アルバム的には弟さんの方がちょっと売れてるの。ああ、まあ、フュージョンの方ですね。まあそんなことで、では、じゃあマクさんのリードでそのバンドニオンに行きましょう。東の夜です。また別の楽器を、楽器オタクじゃないんですけど、なかなか普段日の目を見ないので、こういう時に普段ね、決めた曲でやってると、これも中国の古い、それこそ三国志の時代からある楽器で、中間の中っていう字にですね、小里編に元気の弦を書いて中弦って言います。まあこうなんか若干で、まあ、今ではミャオ族と要するに稲をつなげるこの辺の、中国の南の方ですね、地震があったところに近いですね。でああいうところでこう割と民謡なんかこうじゃんじゃかじゃんじゃかこう弾きながら歌って紐つけて、そんな風景を見ますが、現代の中国の人たちはみんなものすごいテクニックなんで、もう仕事的にはこれなんだっけ、春節の時にタンダララレラロリラリララリラリラッチャッチャ、ちょっと今弾けないですけど、タララッチャッチャララッチャッチラリラリラなっていう2個の人と、あんまり早く弾けないんですけど、やお仕事したことがあります。まあ私はちょっと根っこがちょっと違うのでそこすごくいかないんですけど、マークさんのこの素晴らしい、これドレミが順番じゃないですもんね。そうなんです、悪魔の楽器と呼ばれてますよね。悪魔の楽器、悪魔マクマク悪魔みたいなね。マックマック赤坂です。また言って知らないってね。知らないから。
次の選挙でよろしくお願いします。今日こっちに選挙区出てるんで、変わった方です。東中です。東中野は嘘違うんだよ、それは外しました
して倒れる。